はい、じゃあさあ、それではヌルポガ対スプリタス今後の道第6弾始めていきましょう、はい、ましょう。スプリタスさんが今回はですね、沖縄から、イベントに合わせて来るということで、はい、名乗りを上げまして、それに対してヌルポガが私やりますと。いいと思います。はい、いうことで始めていきましょう。さあ、まずはスピリタスさんがスパコンで取ってますけど、はい、これは2回転さんが一番わかると思いますけど、これはですね、はい、あのめんどくさいけどバイソンちょっと有利、ちょっと有利、はい、ちょっと有利なところっていうのはやはり突進力とか球抜けとかなんですかね。ゲージがたまるんですよ、結局たまりますね、はい、でクレイジーがついんですよ、そこにつけるんですけど、じゃあたまるまでは、たまるまでは S 剣ペースです。ほう、弱波動を追いかける。来た。応答。いつもの短波。さあ、まずは、いやいや、僕、書いてください。で、ネルポ、対戦画面は、はい、ネティが。はい。1入れたけど。できてる？さあ、配信画面は、スピリタスが猛攻を仕掛けている。ヌルポが苦しそう。うおっと、ほぼパーフェクト。圧力がすごいぞ。さあスピリタスさんはあの沖縄であの J さんですね。 J さん、はい、彼の S 剣とやってきた。なるほど。ヌルポガさんは誰と練習したんですかね。まあ、こっちではですね、まあ、いろんなプレイヤーいるんですけども、まあみんなバイソン強いんで、確かにね、ボッコンにされてきたと。さあ勢いがありますね。もう2本取ってますけど。さあヌルポが切り替えたいところ。切り替えたいですね。ゲージを溜めさせない立ち回りが必要ですね。うわ、さあ開幕グランドがさっきから当たりまくってる。開幕どうしたらいいんですかね。開幕はもうあの X 剣でも止まるぐらいなんで、中圧とか中かな、はい、完全に分かってると中足の疲れにグランド食らうんですけど、ああちょっと遅らせて出すってことですかね。そうですね。でこれはあの毎回昇竜拳入力しつつしゃがみでガードすることで大足が届くようになります。なるほど。うわー、この男スパコンを2つ持っている。さあちょっと緊張してる。させない。まあ、X と比べると勝利を当てた時のうまみはちょっと低いですけど、 そうですね、その分この立ち回りでやっていかなきゃいけないってことですね、はい、さあゲージがあるけど、これを打ちたくない。そう、クレイジーが止まった時にグランドもうガードした後、はい、みんな波動拳打ちたくなるんですよ。あー、 いい打ち。スピリタスが勢いに任せ3連勝3ですね。はい、さあヌルポが応援団がついているが、さあこう毎回グランド打ってきますね、これは。ってことはもうそろそろ分からせないといけない。そうですよね、10回ありますからね。10回やります、はい、10回じゃ効かないですよ。うわ、グランドアッパー、どうしたらいいでしょうかね。いや結構ですね。あ、やっと来ましたね。くらい投げをしに行ったけど、これちょっときついですよ。きついですね。もう弱でいいですかね。これをずっとやりたい。きつすぎ、はい、いやこういうことなんですよ。きつすぎ笑ったですね今、はい、ちょっとで、X 剣だと波動拳をヘッドで避けても大丈夫。大足が間に合う、はいはい、S 剣の場合歩き大足間に合ってしまうので、それが大きな違いですね。画面端じゃなくても間に合いますよね、はい、なんか画面端から波動拳って間に合いますね。
これはガード。しかしこのこのうわーうわー、しかしこれはうまく取り返した。やられとるが、もう手を出せなくなってますね今のは。さあサンヌルポが切り替えたいところ。まあ、SKR 側としては一番良くないのはあの空撮で行ったり来たりしてるだけっていうあれは結構安全なんですけど、ライソン側だけゲージが勝手に溜まるので、 あんま良くないってことですね。全然意味がないですね。お、出る、投げて、そうですね、これは今の場合だところだったらあの地獄車で画面端に持っていきたいところです、ね、なるほど。 X 剣、あ、S 剣ならではのやっぱ、ね、発想ってことですかね。うえー、いて、うおー、ピオール。今のピオリはちょっと分かんないですね。みんなびっくりしましたね。中足波動の後のかなり置いての勝利だったんで、た、まあ、確かに滝輪さんもびっくりのこのシステムの謎さあ投げて、いい投げ、悪くはない。さあもう、まあ、ナイスガード、これはでかいですよ。スピリタスが結構気軽に打ってくるのが怖いですよね。そうですね、あとあともう一回溜まるからいいやなんですよなるほど。あー4だったが、まだあるんじゃないのか。投げる、もうまあクレージもう一発、ゲージが無理だ。いけるかな、投げる、アッパー。さっきの画面端をキープでまだ波動モードで良かったかもしれないですけどね。昇竜、はい、見てますね。短波、あの、これはきついぞ。さあこれはきついぞ。きついとこいった、本当にきついぞ。ナイス頑張り、フリーザンできる、でもがダメ。さあスピリタス、こっからスイジャンでうまく避けた。いやまた波動拳が始まってしまった。波動拳が始まってしまう。さあずらした、上手。さっきから端っこに持ってきたら、危ない、まあ、今の投げたいですね。ちょっと波動拳ミスの大パン出た時はちょっとヒヤッとしたが、うん、大丈夫だった。さあヌルポが一矢報いた。現在1対4。お、竜巻を出してみた。竜巻はですね、まあ、グランド対策ですね。そうですよね、開幕グランドをすごい巻き込んで、はい、とんでもないことになると。その後投げでピヨるんで、打撃でもピヨるんですよね。確かに、うっと使ってくる、本当に気軽。あ、ずらした、フォーがずれて飛んできた。まあそこはきついですね。さあこれはですね、はい、開幕下がりがありです。あり、はい、どうせ取り返せるしみたいな陣地としては、波動拳を追いかけられるのでプラスに働くんですよね。さあ単発ぶしたのは大きいが、さあボタン連打力、投げる。さあこれはまあ、S 剣の中足が負けましたね。キックボタンが、ちょっと待ってキックボタンが外れる、外れる、なるほど、なるほど。ちょっとねボタンのあれがあったらしいんで、一旦ね、関係ない。これだって、これだって押すか押さないかで外れるもん。あっても変わんないよ。こうやって、これちょっと今黒になってるかわかんないだけで、表示はされる。こう変えればいいだけです。そうです。ここまではいけた？あ、じゃあこれで今。黒文字だから表示されてないってだけです、うん、さあただいま、ボタントラブルということで、ちょっとね二回転さんがボタン取りに行ってると思うんですけど、滝場さん、さっきピヨったのは何だったんですか。運が悪かったんです。運が悪かった、なるほど。まあちょっと何が起こったんだか
もう一回巻き戻してみないと何起きたっけ。中足一回当たって昇竜拳当たったらピオりましたけどね。その間あれでしょ、クレイジーガードしてたやん。そう、なんか時間稼いで時間があったけどピオリ回復とかもやっぱランダムなんですかね。あれはね、ピオリ回復は、はい、ランダムない。ないんですか。あのピオリ値とそのピオリ値の継続値、あ、ピオリ値継続値もあるんですか。あの、はい、シューティングのコンボに似てんのよ。ああ、ドドンパチと一緒ってこと。そう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 。ああ、はいはいはい。で、なるほど。そうそうそう、結構ね、あれ、あ、じゃあピオリ継続してる間に新しい打撃が、打撃っていうかピオリが入ったらまたビヨーンって伸びるってこと。そう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 。ああ、分かりやすい。足し算足し算、蓄積はどんどん減らないで、はい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 、されていくだけだから。なるほどなるほど。ものすごく溜まってて、でその継続時間がある程度残ってると、そのなんていうの、またさらにピオリ直前の状態がずっとなんか継続してるみたいな感じになって、最後昇竜だけ当たってピオルみたいな感じに見える。なるほど。この間継続するか難しいですね。ピオリ値だけは結構隠された謎ですよね。本当にスト2の中でかなり未だにパッと解明されない。やってって、さあボタン直ったらしいんで、治ったかな。はい、今度難関の時にちゃんと、うん、じゃあやってください、そのまま。はい、はい、お待たせしました。続いてこれ、51からですね。さあ一番解説できそうな二回転さんがちょっとどこか行っちゃったんで、一旦我々でしのぎましょう。さあ、あ、悪くない空対空、初めてじゃないか。掴んで、ただね、あんまりスタートが続かないからね。そうなんですよね。逆にね、近くに着地しちゃって気持ち悪いっていう。確かに、ね、接近戦、むしろバイソンの方がね。さあ、これは届かない。でもこれイニシエというか昭和のスト2だと結構ロケッティア体育あったと思うんですけど、そういう時ってみんなどうしてたんですかね。今のはな、ちょっと近かったからな、結果的にね。タイミングもちょっとね、うん、遅めだったっていうのはありますよね。さあ、6-1、もう少し大キックの先っぽでロケッティアしてたかな。そうですね、大パンのロケッティアは結構千葉のおじいさんしかやってない。あ、やるんですか、あの人。あの人はここ大キックだろうとみんな思ってるところは大パンだった。そうなんで大パンしてたわけ、なんか未だに分かんない。説明求めてもなんかよく分かんない説明。そうなんですか。合ってるかな、なんでもいいんだけど。まあ逆にね。ああ、さあ打ってきますね。本当あれ怖い、ね、怖いですよね。うわー、でけえでけえ。セブンだなこれ。まあ時間的にセブンです ね、 ね、開幕から貯めてて49カウントぐらいになるとファイナル行くんでしたっけ。大体もうちょい先、もうちょいかな、40キルぐらいかな。あー、45ぐらい。まあ大体40の前半あたりでファイナルになると。うわー、いて、さあいて、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 止まんねえけど。これはあっと、しっかりた。ちなみにこの短波のため時間ってこのカウント、ゲームカウントに依存してるんですかね。なやっぱりゲーム内時間っていうか、フレーム数か、フレーム数か。なまあ、あれ、あのターボスピードが上がったらどうかっていう話。あ、そうですね、まあ同じでしょ、やっぱり。投げ返す、あれ投げ返しをされると剣側は使っていった。え、わかんないぞ、ふむ。さあ、さあ、さあ1本取り返して、うえ、頭突きで抜けて、ちょっとね、波動を1回ヘッドで抜けられた後
難しいです ね, ね継続なかなかできないっていう、なかなか継続できないですよね、このヌルポガさんが今、はい、ね、まあ、変だからね、ファイヤーないからね、あ、ダウンで一段落とはならないってことですかね、いて転ばしたいからね、転ばないですよね、転ぶ要因がグラウンド来たところに、痛い痛い、昇竜拳みたいな感じで、これは梅中盤と中足が打ち完全に破壊力でいってますね、いってますね、今ね 7-2 だね、このままいくとこのさあグランドが刺さって遅らせ中盤結構使えますね、使えるやってきますね、これはまた画面端、うわ痛いこれはガードされてしまう、さあバイソン使いが謎のアドバイス、あ、いったジルポガさんにしてます、さあスピータスもさんも波動拳をうまくこう背中部分で避けてますよ ね画面に残るように避けているので、なかなか波動拳次のが打てないという状況になってますが、ダイパン痛え、今のも怖え、もう何もできひん、あー動いてしまった、さあ8-2、あ、このスコアのままいくとどっかのバイソンチュンリ戦よりも、いや、あのね、あれですよ、フェイロンバイソン戦っていうのもありましたからあったんだ、 ありましたね、それって結局あれ、 あれなんじゃない、バッティングセンターやってるだけなんじゃないそうでもない、意外とホイホイしてるだけでした、さあ波動拳ここ、ちょっとね難しいですね、突進をどう止めればいいのかっていうところで今まだなかなか回答が出ないままここまで来てしまった、あー、いたたたたたた、まあ一生懸命球打つしかないんだけど、そうなんですよね、ライン上げて歩いて台足してもねみたいな、さあいい感じだ、下がり目波動よりも前歩き波動をしたいんだけど、あこれ相打ちでバイソン側十分、ファイヤーあれば、うーん、うん、あの気持ち悪さ、うわー掴む、ひどい、さあ9-2だ、リーチ、いやしかしねヘッドの抜け方が上手なのでなかなか確かに攻めづらいですこれは、うーん、もうあの距離端端みたいな距離で打ってるとやっぱりね抜ける側も抜けやすいから、確かにもう少し抜けにくい距離から近めってことですか ね、すると今度は突進してくると、そうそうそう、なかなかスピリタスさんがいい攻略をしてきているような気はしますけど、投げて、さあ、ま、いやー伸ばしたくない、ゲージがそろそろ4、うわなかなかいいタイミングで打ちますね、今の中足に押したの見てからね打ったような感じの、あー痛い、今の転びが痛い、さあもう本当のリーチだよこれ、チャンピオンシップポイント、あー打ってった波動拳で打ち返したい、うわー痛い、さあでかいのがでかいのが、いやもうキックもパンチも、おー大キック、キックもパンチも離してるからもうないですアッパーもアッパーも打ってた、アッパーもパンチも打ってるから残念さあ残念だ残念って最後ファイナルで決めるのかなと思って、まあね、さあゆちこれは投げ返される、いてこれはもうちょっと君でかいのからこれはお見事、短波が結構削れた、ということでスピリタスさんが10で、じゃあ勝った方に一言、今回、この、イベントを、組んでいただきました草さんと
ジャイアンさんにまず感謝をいたします。ありがとうございます。で沖縄で、最強の X 流使いであります J さんというのがいまして、彼が、S 剣で私とずっと対マンをしていただいたおかげで、対策を得られることができました。これからも頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。皆さんありがとうございました。これいやよくわかんないけどヌルポガさんにも一言もらうわけ？もらうの？もらうの？はい、彼にもいいの？そう。というわけで、本日のスピリタスさんとヌルポガさんの対マン10先は、スピリタスさんが10、ヌルポガさんが2ということで知った。はい、ということで本日のイベントは全部これまでなので、あとは野試合が、2回転さんが帰るまでは流されると思います。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。竹田さんありがとうございます。あ、次ない なんかあんの。はい、じゃあこっちの方がマイク入るからこっちで。まあまあ、とりあえず、次の小物道のタイトルなんですが、前、まあ、1週間前も発表したんですが、ハーデストボーイ君の S ホンダ対ウネ君の X ガイルが、11月の4日の、V3 の後にありますので、どうか皆様そちらの方もよろしくお願いします。みんな結構キャラさある組み合わせやらせるの好きね。まあこれはまあでも10代対決というコンセプトのもと、まあ、伸びてる2人ということでなかなか楽しいんじゃないかと思ってますので。なるほど。でちょっとタイトルはまあ内緒にしときますけども、一応1月までは、カードが決まっていますので、2月以降俺も出たいって方いましたら、どうぞ小物道のツイッターなりニカさんだったり僕ですね、草に声をかけていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、ということだそうです。はい、じゃあ、なんだろう、ローカルレコーディングは停止ですね、とりあえずね。ブロードキャストはこのままやっときます。はい、まあもしかしたらあれ録画っていうか、このビデオで配信のこのあれアーカイブで見る人がこのアーカイブの長さで、あっさしってなっちゃうから、ちょっとこの後ブランク作っといた方がいいと思います。シークバーであっってなっちゃうから、スピリタスさんが9とかになった時になんかあともう短いとあっさしってなっちゃうから、ちょっとここはブランクにしときましょう。ちょっとさあ、まあということで、まあとりあえずは配信とかでいいんじゃないでしょうか。はい、このまま、はい、はい、じゃあとりあえずこんな感じで一旦切って、このまま今日はこれで終わり、今日は終わりでいいのかな。はい、じゃあ今日はこれで配信終わりです。お疲れ様でした。